長崎ビッグ N スタジアム第1試合は鹿町工業対波佐見高校の対決です。いや、これやったらわざわざビッグ N でせんちゃ、佐世保野球場ですればよかったのに。オルバイ。さあ、海星高校バッターボックスには3番ファースト田中、土井の首中学校出身です。同じ高校、同じ中学、めっちゃ応援しとうなる田中くん。あるある。さあ、長崎西高校はなんと、ほー、全校応援ですね。まあ、西高びっくりの地下学園ね。おるよね。ビッグ N スタジアム第3試合は長崎鶴陽高校と西園木高校、混合チームの登場です。混合チーム、頑張れー。オルバイ。タイムリーヒット。ここで北陽大高校が1点追加。青い旋風が巻き起こっています。青い旋風って言いがちよね。オルバイ。さあ、壱岐高校ピッチャー松田なんですが、情報によりますと、今日はスタンドにお父さん、お母さん、兄弟3人、さらにはおじいちゃん、おばあちゃんも応援に駆けつけています。壱岐からみんなで来たね。あるある。ビッグエンスタジアム水はけようかな。あるよね。チャンネル登録お願いします。